逆供与とは、無機化学の用語の一つで、通常の配位結合とは逆に、作体の中心金属から配位子へ向かって電子が供与されていること。繊維金属作体中の配位子では、SPN 根性軌道上の電子が、繊維金属の空の D 軌道に供与されることで、作体が安定化している。さらに、その作体の中心金属が非結合性の D 電子を持ち、 位子の空の π 軌道と重なり合う位置関係にある場合、その d 軌道と π 軌道で新たな混成軌道が作られる。その混成により非結合性軌道にあった d 電子はエネルギー的により安定な状態になり、位子、金属間の結合がさらに強くなる。この現象を逆供与と呼ぶ。逆供与による安定化を起こす位子としては一酸化炭素などが挙げられる。 数のように、一酸化炭素が排位したカルボニル作体上では、炭素上で、孤立電子体が入っている。N 軌道が、金属の空軌道と、相互作用する供与と、金属上で、孤立電子体が入っている。D 軌道が一酸化炭素の空の π 軌道と、相互作用する逆供与が起こっており、作体の安定化に寄与している。アルケン作体も、数のような供与と逆供与により安定化している。 ありがとうございます。